新聞、読売新聞の山本です。万博に関係して大きく2点質問します。まず1点目なんですけれども、近々にですね、ITM という会議、参加国の方々がですね、参加をされて、準備に向けた情報を共有する会議 ITM がですね、近々に開かれるというふうに認識しております。で、こちらの開催はですね、今回奈良県内ということでも認識しておりまして、これまでですね、大阪の方で会議を開いてきたことが多かったと思うんですけども、この奈良で開催する意義をどうお感じになるかという点、またその奈良で開催になった経緯、もしご存知であれば教えていただけますでしょうか。まず奈良で開催になった経緯そのものは、ちょっとオーラも説明的に詰めているので知りませんけど、分かりませんけれども、報告を受けて僕はぜひ奈良でやったらいいんじゃないかという話もいたしました。まさに今回大阪・関西万博であります。そして奈良は歴史的な遺産も含めて本当に素晴らしい魅力がたくさんあるエリアだと思っていますので、ITM を通じてですね、この万博会場に非常に近い奈良というところに世界遺産や歴史遺産がすごく素晴らしいものがたくさんあるということを世界の皆さんに知っていただく、そういった奈良の魅力を発信する機会にも僕はなると思っています。奈良の隣の大阪府としても、やはり大阪万博に来られた方が奈良に遊びに行かれる、あるいは奈良の歴史を参考されるということは非常に素晴らしいことだと思ってますし、何も大阪で必ず開催する必要は僕はないと、大阪・関西万博でありますし、この IPM を機会にですね、万博会場から非常に近いところに、こういった世界遺産、歴史資産がたくさんある奈良のような素晴らしいところがあるということを IPM を通じて世界の皆さんに知っていただく機会になればいいなと思います。また会議自体も当然これは実施できるわけですから、奈良でやるのは僕は大歓迎です。奈良も大好きですし。バレございますでしょうか。共同通信の鶴田と申します。 ITM の話に戻ってしまうんですけれども、これまで何回か実施されてきていて、前回の ITM では、パビリオンの建設のところでの相談というのが主なテーマだったと思うんですけれども、今回はもうフェーズが変わって、スタッフの生活についてだとか、よりもっとこう、なんていうんですかね、開幕が近づいての準備の部分にテーマが移ってくるということです。この点についてその IPM への期待をちょっともう一度改めてご覧ください。はい、今回の IPM ではもうステージが進んできてますので、実際万博での運営、パビリオンでの運営、そして多くの海外の方がスタッフにもなられたりもしますから、その運営方式、そしてその具体的に準備していくための、運営の準備、そういったところに中心が置かれるということになると思います。なのでいかに円滑に万博を遂行していくのか、150カ国、160カ国の国々が参加する万博ですので、その国々の皆さんといかに円滑にこの万博を運営していくのかという、この運営面をより重視した国際会議になると思います。またそこについての意思共有を万博参加国の皆さんとできればいいと思います。一方でまだちょっとそのタイプ A あるいはタイプ XC 数が確定したものが協会さんの方からは公表されてないと、確定してないという段階で、今月末めどにというふうな話もありましたけれども、こちらについてその時期間ですとか、もう確定が迫っているという受け止めなのか、迫っているのであれば、それが今後の機運情勢にどうつながっていくのかというところを聞かせてください。まさに確定は迫ってきているというふうに思っていますし、もっともっとやっぱこれ早く決めていかなきゃいけないというのがというのは、これまで言ってきている通りです。また協会もそれは十分分かってますので、この間特に A タイプのパビリオンの組員と協議も進めています。52カ国の A タイプの希望のうち、40カ国の工事業者もすでに決まって進めていってるわけです。それ以外の国々でも様々な協議は進んでいますので、もう本当に個別の国との協議のレベルに入ってきてますから、個別のその国々との協議のレベルを、その個別の国との協議をより深めていく。そして A タイプにするならもう本当に、もう10ヶ月なわけですから、もう本当に期限も迫ってきてるのはもう明らかだし、むしろ、それが難しいのであれば X タイプや C タイプ、
に移行することを促し続けたいというふうにも思います。ただやっぱりいろいろ水面下で進めているところも A タイプの中ではあるわけですから、まあ、やっぱ方向性もきちんと決めると、A タイプなのか X タイプなのか C タイプなのか、あとはどうしてもこれは難しい状態で撤退ということになるのか、ちょっとここはそれぞれの国主はあると思うんですけれども、ちょっと方向性をもう決めるべき、最終決めるべき時期にここ入ってきていると思っています。ですので、ただもうそこも個別の国との話になってますから、これはもう協会以外も進めていますので、 IPM においてはどちらかというと全体の参加国との話になってくるので、 IPM においてはやっぱりもう次のステージにみんな進んでいきますから、やっぱりまあ運営についていかに円滑に運営を実施するかということも協議事項が主になると思います。ありがとうございます。